えー、今日の話は「小さな人生論」という藤尾秀明さんの出版の社長ですが、えー、本の中から「天からの風書」という話です。えー、現代の各社たちという本があって、えーまあ、この昭和63年から父出版から発行されて以来14年静かだが根強く版を重ねている登場された人物はまあ7人いるわけですね。 で現在も元気で活躍されているのは坂村信民さんただ一人になってしまったがここに登場された七師は一度を極めた方々ばかりである富士山でも登り道は無数にある、まあ、しかし頂上は一つであるここに登場された方々も歩いた道選んだ職業もさまざまであるしかしその一度を極めた果てに至りついた心境境地には共通点があることに気づく共通点の第一は楽天的ということである楽天的というのは 単にに物事を良いいいい。方に考えるとととか、くよくよしなないいうことではない誰もが絶望するような状況の中でも1ミリの光が穴が穴から光が見えればその光を信じて進んでいくという強い精神力のことだよ。第2は自分にプラスになるから感謝するのではない自分にとってマイナスと見える出来事にもこれは自分を成長させてくれるため天が自分に与えたものだ。 という,ふうに感謝するるのである第3は感動するということ普通人は4050になり人生体験を経てくると物事に感動しなくなる人が多いしかし一度を極めた人たちは一様に80になっても90になっても感動する心を失っていないその姿勢はそのまま人に感動を与える力になる最後の共通点は神を信じているということである特定の神ではない。 この世には人情をはるかに超えた大いなるものが存在しているそういう大いなるものに対する異形の念尊敬の念を生涯持ち続けているということである私たちが人生という道を歩む上で大事なものは何かをこの共通点を教えてくれているさて森信三先生は現代の各社たちの中で人はこの世に生まれ落ちた瞬間全員が天から封象をもらって生まれてくると言っている。 そのをを開いいたたらあなたはこういう生き方をしなさいいと書いてあるしかしせっかく天からもらった封書を一回も開かないまま死んでいく人が多いこの道を行くとは天からの封書を開くということであるあなたは天からの封書に気づいただろうか封書を開いた人生を歩んでいるだろうか天からの封書は使命とか天命とか言われるものである何のために生まれてきたのかという根本的な問いかけです。 使命とは使われる命と書きます。自分が使われるのではなく、天によって使われるということですね。じゃあ今日これが終わります。